こんにちは、えのき商店です。今日は梅の宿荒越梅酒の飲み方をご紹介いたします。こちらの商品ストレートとか、ね、ロックで楽しんでいただいても大丈夫なのですが、見てください、こちらこの沈殿物。これだけね、梅をたくさん使っているという証拠で、とても濃厚な味わいです。なのでね、ソーダとかで割っていただいても大丈夫です。こちらね、よく振ってくださいね。これもう上混ざらないぐらい沈殿物がありますけれども、割合はお好みで大丈夫かと思いますが、初めは1対1ぐらいから始めていただいても大丈夫かと思います。こちらの商品、えのき商店のネットショップで販売しております。お求めはえのき商店のネットショップでどうぞ。